おはようございます。どうも 4K に拒否された男、今日から宮本です。伝わんない、ね、伝わんないよそんなの。ちょっともう一回やろう、もう一回やろう。おはようございます。 1080p の男、今日から宮本です。それがわかんないんだって。わかんないですか。もう企画始めてください。はい、内田さん、今日はですね、はいはい、持ち込み企画です。もうずっとやりたかったやつ。え、何やんの。カバンの中身企画です。よっしゃ。売れてからやろうよそれ。いやいやいや、ここからですよ。リアルに知ってほしいんですよ。いまだに今日から宮本、あいつ何者なんだと、あいつ結局何やってるやつなんだって思われてるんで、ちょっと今日はその片鱗を見せたいと思います。では皆さん、カバンの、まあ、よそ行きなんでしょ。よそ行きですよ。それを見たところで、はい、これ誰が楽しいのこれ。いやいや、なんかファンが。どこにいるんだよ。お母さんってことか。いやいや、お母さんはもう一番のファンだと思います。ただただこれを見てね、あ、なるほどと。今日から宮本は、あ、こういう道具を常に持って現場にね、撮影とか望んでるんだなっていうところをちょっと見てもらいたいんですよ。あ、まあ実際今ちょっと照れ隠しみたいな感じでよそ行きって言ったけど、はい、実際リアルなカバン中身と思っていいの。いや、もう超リアルですよ。あ、OKOKOK。 だったら撮る意味はちょっとあるわ。はい、はい、だから早速ね、ご覧ください。これでよくかっこいい V 入るんですよ。喋るから飛ばないんだよその後に。じゃあもう早速ちょっと見せますね。行きましょう。まずリュック、これです。よくね、動画の時にリュックの紹介から皆さんするんですよ。だから僕もね、ちょっと紹介します。これはアディダスですね。アディダスのちょっとね、型番がね、ちょっと後で調べるんですけど、これね、なんか事務用のリュックなんですよ。ここにシューズ入れ用のこのゾーンがあるんですよ、この。へー。なんですけど、僕はそのジムには行ってないので、ここは使いません。で、ちょっと中身ね、早速見ていただこうと思うんですが、まず、もうね、絶対欠かせないもの、はい、こちらですね、MacBook、パソコンですね、これ必須です。僕はね、リンゴマークが出るのがちょっとあんまりね、ちょっといやらしいかなと思ってね、こう薄くね、ちょっとケースつけてます。これがね、カフェとかで開いてて、いやらしくない。俺マック持ってるぜ感が出ないんでね。これ、ね、いやらしくないようにしたマックをどんな顔で出してるんだっけ、はい、家族殺されたんかって顔してるんだよね。普段真面目なんだよね。真面目じゃないですよ、全然真面目じゃないですね。はい、なのでね、まずまあパソコン、これも絶対必須ですね。はい、はい、これ必須。そしてこっからですよ、ね、なんで僕は今日この企画をやったかっていうと、いつもね、メモとかのリュック重たすぎるって言われるんですよ、皆さんに。なんでかっていうと、まずこちらですね、ちょっとね、ケースはね、ちょっと多めに見てほしいんですけど、ポータブルハード、これも必須です皆さんね。ここに大事なデータが全部入ってます。でこれね、見てもらうとね、分かるんですけど、まずね、もう一番大事なこの本体、これはもうもちろんなんですけど、本体とさらにね、僕大事だと思ってるのが、SD カードのデータ転送ってめちゃくちゃ手間かかりません？かかる。いちいちカードリア出してうんぬんかんぬんとかってあると思うんですよ。それをね、解消するいいアイテム、こちら、アンカーでいいんですかね、読み方。これね、 SD カードリーダーなんですけど、これ皆さん分かりますか。これね、差し込み口がタイプ C なんですよ。だからMac にも直接挿してカードのデータ転送ができるっていうやつで、SD カードとマイクロ SD どっちも入るスロットがついてるんで、これね、めちゃくちゃ便利です。これでね、すぐデータ転送できる。そしてもう一つ一番大事なやつ、マスク取ります。はい、次はですね、こちら USB メモリーね、これね、これもね、本当に皆さんおすすめしたい。タイプ A のバージョンと、あとね、タイプ C もあるんですよ。だからね、 Mac タイプ C とかね、 Mac タイプ C しかないよっていう僕みたいな人もいるんでね、これほんと便利で、この、もう大事なデータ転送に関わるものだけをこの入れたこのハードケースに入れて、これ僕常に持ち歩いてますね。やばいことに気づいた。どうしますか今のところ、はい、めちゃくちゃお前じゃなくていいっていう感じになってんだよね。いや、内田さん、はい、やりたいんですよこれ。俺ほんと俺めちゃくちゃやりたかったんですこれ。これちょっと大丈夫かな。めちゃくちゃ面白いでしょこれ。ちょっとここから、はい、今 BGM とか流してくれてると思うんだけど、はいはい、ちょっとアップテンポで BGM に引っ張って楽しい雰囲気作ってもらった方がいいかもしれない、はいはい、マジですか。編集スタッフさんにちょっと助けてもらいます。はい、じゃあ明るい BGM でお願いします。お願いします。はい、じゃあ次ですね、もう常にね、何があっても撮影できるためにね、GoPro
持ち歩いてます。あ、それはね、確かに大事ですね。 GoPro をね、全部ね、このケースの中に全部入れてます。で、何があるかっていうと、まずは、こちらですね、この、まあ、自撮りのね、この、まあ、スティックですよね。これはもう絶対必須。そして、バッテリー、ね、これももう必須。そして、ちゃんとね、三脚で、置けるタイプのやつね、これももう必須、ね、そして一番肝心な、まあ、本体は僕の場合さらにね、この大事なケースに入れて、やってます。 GoPro7 ですね、はい、こちら。そして一番もう大事なのが、僕これ買いました、ここにね、刺すやつですよね、これね、これね、大事なんでね、ここ買ってます僕ね、はい。これをね、まとめたやつが GoPro、ケースですね、必須ですこれね。確かに動画の会社としては、はい、その説明だったらな、確かに、はいはいはい、あ、そうなんだと思うわ。ちょっとここからだんだん僕アップテンポで汗かいてくるかもですけど、編集さんうまいことやります、はい、どこどこをうまくするの。そしてここからですよ。なんで僕のカバンがいつも重たいって言われるかって、一番の要因こちらです。見てください、この厚み、ビッグマックぐらいね。ビッグマックよりでかいじゃん。それはビッグマックよりちっちゃいやつに対して言う言葉なんだよね。大丈夫です、編集さんがうまいことやってくれますね。はい、こちらね、これ何が入ってるかっていうとね、もうね、僕のカバンの中でこれが一番重いです。ちょっとさん持ってみてください、これマジで重いんで、これ。あ、重たいね。重たいんですよね。これ何が入ってるかって、ちょっとね、これをね、僕今日一番皆さんに言いたかった。パソコンとかね、この GoPro とかね、これ持ってるじゃないですか僕で、ね、これね、何が大事かって、一番大事なもんって、ね、電源なんですよ。そうだね、電気が来ないとダメだからね、僕ね、それをね、全部これまとめてます。まずこちらですね、はい、延長ケーブル。もうよく撮影現場とかに行くとですね、コンセントまでの距離がね、なかなか確保できないっていうね、このね、いい長さ、これが1メートルがないのかな、はい、これぐらいがちょうどいいんですね、これ、延長ケーブル。そして、それが2つありますね。でこれね、こっちはね、普通にねコンセント AC のね3個で、こっちはね USB の差し込み口ですね、はい、これも2つ、これ必須です。そして、もっと大事なやつ、MacBook とかね、 GoPro を充電するこのアダプター、これ2つ、これも2つです。 Type-C のやつと、USB-A のやつですね、これも必須です。はい、そして、こちらですね、MacBook を充電するケーブル、 Type-C のやつですね、これも絶対必須ですね。そして、データ転送ね、先ほど言いました、この SD カードのやつすぐできますって言ったんですけど、そうは言ってもね、いろんなデータあります。 HDMI ケーブルつなぐとかね、あるんです。そういう時にね、大事なこのハブね、これね、 Type-C 用のハブですね。これ僕 MacBook 使ってるんで、HDMI とかね、 SD とか USB、 これ全部いきますね、 LAN ケーブルとかこのハブ。そして、それの、USB-A バージョンね、はい、これもね、未だにね、USB の A の差し込みのパソコン使ってる方もいるんで、それの、ハブですね、これも絶対必須です。そして、データ転送に大事なこの SD カードのケースですね、はい、こちら。もうね、データがね、足りなくなって買えないソフトカードがいるよって時あるんでね、こちらね、入れてます。アダプターとね、反対ですね、全部入ってます、このケース必須です。そしてさらに大事なのが、ケーブル類ですね、こちら、まず、タイプ A のタイプ C の、どうしました、ちょっと GoPro だけでいいかもしれない。まだケーブルあるんですよ、これケーブルが1,2,3,4,5 と、これ6個、これ6個、これ6個、モバイルバッテリー、もう絶対電源ない時に一番っていう、これをなんで止めたのに駆け抜けたの今。これオンラインサロンでね、1000人ちゃんとサロンメンバーがいる人がやる内容なんだよ。これはちょっとね、いやいや、これね、僕やりたかったんですよ。だから本当はね、一個一個やりたかったんです、こだわりポイント。もっとね、こう綺麗に並べて、もうゴミじゃん。もう編集さん、あとうまくやってください。もうちょっとかっこよくおしゃれにできると思ったんですけどね。もうちょっと本当はもうちょっとあるんですけど、行ってもいいですか。もうやめときます。止めてくれって顔したから、ちょっと行ってみよう。ですね、エチケットゾーンですね、これね、大事、撮影とかね、僕らありますからね、大事です。何が大事かっていうとね、まずこれコンタクトレンズね、コンタクトレンズ必須、そしてエチケットね、爪切りとかね、その全部これ入れてます、ね、そういうのだって、えそういうのなんだよ。
動画とか、はい、その演技に関わることとか、あ、こっち？そっちを話すべきだと思うんだよね。あ、こっちだったんですか。うん、じゃあこれは誰がタイプ C とかタイプ A とか、そのなんか延長電源とかえ、ダメです。もう僕どうしてもこっちが痛かったんですけど、かっこいいやつ動画売れたらやろう。売れたら、うん、じゃあこっちのやつはこの後の動画でやっていいですか。またがない、またがない、もうやりきって早くえ、またがじゃダメなんですか。じゃあ、まずこれ爪切り、まあね、これエチケット系ね。であとね、これね大事なんですけどね、まあ、鏡とかね、こういうのもね、あのまとめたやつ必須です。とあとね、